こんにちは、孝太郎です。今日はですね、昔やってたことをもう一回やってみたら超ビビったって話をします。ですね、これね、この間というかさっきでなんですけど、ヨハネ受難曲っていう曲をも、聞いたんですよね。で、これ昔結構歌ってて、で、何回も聞いてるし、まあよく、まあなんかよく知ってるっていうか、感じなんですよね。で、まあヨハネ受難曲っていうのは、まあ、イエスが受難にあって、イエスさんね、キリスト教の、イエスさんが受難にあって、で、最後はなんか、まあ、いろんなことがあって、結局殺されちゃうみたいな話になってるんですけど、血なまぐさい。それでですね、で、これのね、曲の中で、民衆が、イエスを殺せっつって、なんか叫んでる場面とかあるんですよ。こいつは罪人だとか言ってね、群衆ですよ、群衆。むちゃくちゃいっぱいの人が、あ、殺せ殺せとかでシュプレヒコールしてるんですよね。やばいみたいな感じな場面なんですけど、これがね、前は、前も聞いてたんですよ。で、しかも歌ってるし、なんかね、すごい激しいところなんですよ。ちょっと聞いてみますけど、こんな感じ。これが、The Hand for the Devil, シュプラヘントインって見たところが、どういう罪で、お前たちは、このものを訴えるのかっていう、こう、was bring it here, declare, vida de dimension って言って、問いかけて。で、語り部さんがね、they had voted in the plan to win, 彼らは答えていったって言うんですよね。掛け合いみたいになってるんですよ。で、この後に合唱が入るんですよね。こんな感じ。Wäre diese nicht ein Übeltäter とか言って、この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょうとか言ってね、全然別に悪いことしてないんですよ。なんだけど、で、民衆さん、群衆の人はね、もうテンション上がりすぎてわけわかんなくなってるので、なんかね、もう止められない流れみたいになってるんですよね。で、もう、もう狂気ですよ、もう完全に。狂気がすごいことになってる。で、っていうことは、一応頭では分かってたんですよ、前ね。この場面やばいよねっていう話はね、前は分かってたんですよ、前から。だから前はね、音だけで聞いてたんですよね、私ね。知ってますよ。知ってた。知ってた。一応ね。頭では。まあ、なんかこれ、この場面、やばい、みたいな。みたいなことは知ってたんですけど、なんだけど、知ってるだけだったんですよね。まあ、音だけっていうか、音だけで聞いてるってのもあるし、あと、知ってた。だけ。頭でね。これがね、やばい。んで、聞いたら、今日ね、聞いたらですね、怖いんですよ、もう。怖い。めっちゃ怖い。感情がね、流れ込んでくるんですよね。バッハやばいみたいな。で、すごい緊張感なわけですよね。で、群衆が、うわーつってんで、これ、まあ、合唱なんで、一応4パートに分かれてるんですよね。で、なんつうのかな。同じ旋律を、旋律じゃないな、同じような形の旋律を、各パートが、順繰りになんかね、ちょっとずつ変わって、歌っていくっていうのをやってるんですよね。まあ、こういうのをフガって言うんですけどね。で、Wäre diese nicht ein Übeltäter, ein Übeltäter! みたいな感じのやつが、Wäre diese nicht ein! みたいな感じでバスが入って、Wäre diese nicht ein! テノールが入って、みたいな感じで、ちょっと音程が変わって、でも同じような感じの、なんつうの。まあ、音程っていうのか、メロディーっていうのかな。うん。みたいな感じになって、要は、こうなんか、いろんな人がいるよね。で、それが、なんかみんなが口々に同じようなことを、うわーつって叫んでるよねっていうのをこう表してるんですけど、で、いや、一応分かってたんですよ。知ってたんだけど、めっちゃ怖い。やばい、これ。で、鳥肌立ちまくってるわけですよ。鳥肌。立ちまくってる。あー、じゃあ、ですよね。そういう感じでこう、なんか、感情とか五感とかがめっちゃ流れ込んできて、
この場面もう本当聞きたくないなぐらいの勢いなんですよね。嫌な汗かくぞみたいな感じなっててびっくりしたんですよ。だからで、まあ、じゃあこうじゃあなんで変わったん、うん、この聞こえ方が変わったのっていうところなんですけど、これがですね、まあ、感覚を磨いた、感覚が磨かれたっていうことなんですよね。今のところ、最近ですね、特に自分の感覚を開くとか、いうことをすごくやってきたんですよね。で、やってきたというか、やらされたというか、勝手にというか、ちょっと面白い人たちというか、共感覚とか、なんかね、超感覚とか、うん、まあ、出会いですよね。いろんなんかね、能力者みたいな人。超感覚とかね。あと、共感覚とかね。音を視覚的に見たりとか、視覚、まあだから形で見たりとか、色で見たりとかする人とか、あと温度で感じたりとか、まあそういう共感覚を持ってる人だとかね。で、あと聴感覚。聞こえないはずの音を聞いたりとか、なんかちょっとこう、感が異常に鋭いとか、なんていうのかな、絶対感じるはずがないことを感じてるとかね。あとシンクロ起きまくる人とか、シンクロとかね、うん、こういう人となんかちょっとこう長くすごくする時間が今増えてるんですけど、ほんでね、そうすると感覚がね全然変わってきたんですよ最近。この間ねびっくりしたのは、神社にお参りしたんですけど、これが違いすぎてびっくりしたんですよね。神社に行ったんですよね。で、近くに、北口、浅間神社、っていうのがあるんですよね。富士ね、富士。で、富士のね、富士が、富士なんだけど、この上に点がないんですよね。うん。北口、富士浅間神社とかいうとこが、すぐ近くにあるんですよね。山梨県の富士吉田市ってとこなんですけど、すごいでっかいね、神社なんですよね。で、このね、神社って参拝の仕方によって感覚全然違うんですよ、これ。物理的には同じところに行くんだけど、物理的な参拝は同じ字なんだけど、エネルギー的な参拝は、別次元だっていうことを、まあ、なんか他の神社でちょっと教わったというか体験させてもらって、こんなん違うんかいっていうのをね、ちょっと感じたんですよね。なんかね、ほんと別世界みたいなんですよ。同じとこ来てるんですよ、一応ね。うん、なんだけど、全然違うんですよ、感覚が。なんかスーッと通る感じとか、背筋が伸びるっていうのかな。なんかこう、すっきりじゃねえんだな。なんかね、すごい感覚が鋭敏になる感じとかね。なんかスーッとこう、なんか雑なものが全部消えて、なんか異様にこう、澄んだ空気の中とかに行った感じがするとか、うん。まあ、あとなんかこう、なんかね、なんか若干声聞こえるんですよ。なんか、それでいいぞとか、いや、違うぞとか、もっとこっち来いとか、あ、ここじゃない、もっとあっち行けとかね。そういうのがね、なんかね、うっすら聞こえるんですよね。なんだこれみたいな感じになったんですけど、まあこういう体験をさせてもらって、でもって、いつも行ってた神社とかに行ってみたら全然変わってることに気づいたんですよね。はあ、やばいなこれみたいな感じでだったんですけど、して、まあ、そういうことがすごく今起きてて、で今日ヨハネ十四教皇をね聞いたら、あれ全然ちゃうやんけっていう話になったわけですね。びっくりするみたいな。まあ、というわけでですね、感覚が変わったらこうなってくると、まあ、一応私、歌とか声とかね、伝えてるわけですけども、っていう切り口で伝えてるわけですけども、ボイトレしてても、練習してても、こういう感覚には絶対ならないんですよね。だから、その、練習以外のところの、その日常の過ごし方とか、もうその感覚そのものとか、そういうところが変わったら、そりゃ歌も変わるし、声も変わるし、人生も変わるよねっていう話でですね、感覚が変わったら、まあ、ざっくり言うと人生変わる。変わっちゃう。当たり前なんですよね。で、
これは、練習で、身につくものとは別なんですよね。練習で身につくものもあります。もちろん。なんだけど、そうではないですね。感覚そのものの、なんていうのかな、レベルというか、レベルっていうのかな、まあ、その、繊細さというかね、細やかさというかね、エネルギーというかね、それがこう、ガラッと変わって上がっちゃうんで、そうすると、練習したしないとかじゃなくて、もうなんかね、感じ方が違うんで、もう勝手にレベルアップしちゃうんですよね、これ、勝手に。で、これは別に歌とかだけに限らないです。日常すべてが変わる。で、そのため、それが、早い。早いのは、そういう人。そういう人ってどういう人だよみたいな感じなんだけど、そういう感覚を持ってる人と一緒に過ごすってことが、早いです。すんごく。で、時期とかもあります。なんか、タイミングとか。あんまり遠すぎたりとか、すごすぎると、受け取れるものってやっぱり自分の、なんていうのかな、こう、世界で、自分のこう視点からこう、受け取るんですよね。だから、結局、相手は同じことをずっと言ってるんだけども、なんか、こっちの成長具合でですね、どのぐらい受け取れるかっていうのは決まってくるので、まあ何とも言えないところはあるんですけども、やっぱね、自分でせこせこと勉強、いや、私勉強好きなんでね、してたんですけど、やっぱね、こういうちょっとこうやばいというか、すごい、いやーなんだこの人みたいな感じの人と結構会うっていうのが、すげえ感覚超変わるなっていう。でもってそれも、なんか講演会を聞きに行くとか、そういうんだとちょっと、もったいないんですよね。そういうんじゃなくて、それ遠いんで。まあ、まだいいんだけど、遠いんで、そうじゃなくて、もう、直接話す。それから、直接話したりとか、飯一緒に行くとかね。まあ、とにかくこう、すごい近いところで、でも、もう飯に一緒に行くんだったらもう、隣ゲットだぜみたいな感じ。これ大事ね。で、まあだからそういうふうに、直接会ったりとか、喋ったりとか、して、あと、長く過ごす。一緒にね。これですね。これがもうすげえ超絶早いですね。こうなってくると、なんか一年間、こう、私がこうなんか、例えばこういうね、こう感覚の、なんていうかな、勉強したとしたも、一日あった方、一日っていうかね、もうほんと数時間ですよね。3、4時間一緒に行動した方が、成長できるんですよ。てか感覚自体がゴロッと変わっちゃうんですね。見え方が全然違うから。はいって感じですよね。そうなってくると、あれ？これ、だったらもうなんか少し、遠いとかね、そういうのも、時間がないとかね、遠いとか、そういうのもとりあえず置いといて、会いに行った方が早いみたいな。そう、したらもうその、レベルアップした自分で、こうまたなんかやった方が、いろんなものことが生み出せるし、エネルギー上がるし、面白いじゃんっていうね、思ったんですよね。というわけで私もこれからまあもっと自分でもやってきますけども、まあいろんなね、そういう人と会っていきたいなっていうふうに思ってるわけですね。はい。というわけで、今回は以上になります。ありがとうございました。